豚の帽子での。今日は何の祭りだ？はあ？これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士ってまさかあのメリオダス様が倒した？ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。ミード、騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。これミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。ミードのパワー、なんだ、みんな大嫌いだ。うるせえ、なんで俺まで。お前の友達が7つの大罪って話はまずい。馬の小便よりはマシな程度。いい酒を作るために大人も子供も毎日毎日手間暇かけて、悪い聖騎士に追われてるなら7つの大罪はいいやつってことだろ。何？あの方からだ。ミードちゃん。ミード。またお前か。ね、よし。行くぞ。抜けろ。抜けろ。落ちそうさ。よっ。あんなガキが。何の音だ？忘れ物だ。先ほどバーネの村中流の兵より報告があり、正体不明の子供がギルサンダー様の剣を引き抜いた。君のその槍貸してもらえるな。ほう、どうぞ。やはり生きていたか、7つの大罪メリオダス。メリオダス、本当に大丈夫か？森に入って3時間は経つぜ。人どころか動物の影さえ見えねえぜ。なな、この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。どうした？出るなよ。神経質な子豚は嫌われる。あ、誰が神経質な子豚だ。こら、俺がいっぱい、俺がいっぱい、なんじゃこりゃ。私、メリオダス様、メリオダス様、メリオダス様。ってさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください、何でもしますから。だ、右手をピンと上げて、左手はこう。じゃあ最後、思いっきりジャンプしろ。じゃあ、ごめんなさい、無理です。森の怪物の正体はあいつらだったか。王座。はい、女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。小さくねー。ディアンヌ様、聖騎士の侵入を許してしまいました。聖騎士だとできー。メリオダス様を離して。メリオダス。あー、こー、団長。嫉妬の罪、サーペント神のディアンヌ。はじめまして、ディアンヌ様。私はエリザベス。メリオダス様と共に旅をさせていただいているものです。本当に団長とはそういう関係じゃないんだよね。はい。ついでに俺とお前もそういう関係じゃねえぞ。人の罪、サーペントシーンのディアンヌ。力を貸すよ。僕が力を貸すのは団長のためだからね。今のはおかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。雷雲。前はようやく会えたな七つの大罪。ようやく会えたな七つの大罪。聖騎士がなぜ七つの大罪の首を狙うか知っているか？さあな、俺は当時のことはほとんど覚えてないんだ。団長、メリューダス様、せっかく王国誕生祭で酒が飲めると思ったのに。ウィーッセ聖騎士長、これは王国全騎士に包囲された。考えるのは後だ。ひとまず3回、後でお茶を。了解。この言葉を最後に記憶がぷっつり。次に気づいた時、俺はどっかの穴蔵に倒れていてフォークと出会った。でも邪魔が入ることもない。大丈夫か？お前昔から一度だって俺に勝てたことないだろ。私は7つの大罪の誰よりも強い。そのバク解いてやろう。別に気を使わなくていいぜ。その気になりゃこんなもんだ。私もその気になれば森ごと貴様らを消せるが、で負けるのは屈辱か。言ったはずだ。切り殺すと。わかるぞ、貴様の中から余裕がなくなっているのが。そうか。遅い。ここまで強くなってるとはな。七つの大罪、ドラゴン神のメリオダス。最後に言い残すことはあるか？どうなっているかだけでも知りたかった。だろう、教えてやる。強欲の罪、フォックス神話。バッセの監獄で幻獣幽閉。怠惰の罪、グリズリー神はすでに死亡。サンキュー。よっ、ギルボー、